幸せなこと、それを君から教えてもらったんだよー。時から何でも知っていて、君の趣味その理想に合わせようとした。そんな君がこっそり教えてくれた、好きな人年上の綺麗な女性、追いつけないだから力使う、過去へトリップ、そこでまた君と出会い、また恋をする。ボロボロに泣いて君は探していた、突然いなくなった来たってことを伝えたい、でもそれはダメだってどこかで気づいてた。年上のあたしを見て聞くの、あなたに似た人を探してます、何か知りませんか。バラバラになった二人を繋ごうとした、やめて私ここにいるよ、だからどこにも行かないで、また春が来て君はここを立つと決めた。もしあなたがあの人だったらよかったのに、どう残し、恋をする「だから全力でその手を取る」「ボロボロになって君に本当伝えた」「バラバラになった軸に吸い込まれてゆく」「そして目覚めたらそこは一面写真、こんな色をしてた時代もあったんだ。そこで無邪気に笑って、君に会いにここから